その本名ですよね。あ、そうです、はい。そしたらほら18歳になってもそのアダルトビデオとか借りに行ったら、福くんみたいになっちゃう。確かにそうですね。そうするとなんかあのそのエロ本買うとかエロ本借りるとか、はいはいはい、もうなんか一生厳しいじゃないですか。確かにそこはできないですね。そこはもう割り切りなんですか。もうできねえ人生でいいやみたいな。はい、別に、はい、そこはもう押し切って借りて、その鈴木福アダルトビデオ借りるみたいな記事になってもまあ嫌にはならない。いや、はい、まあそんなことしないですね。やめてくださいよ。そういうの1回ぐらい見たいとかならないんですか。なんなんですかこの質問。いや、僕中学の時にアダルトビデオ見てたんですよ。はい、あの僕の中学の同級生で、はい、そのまあいろいろ事情があって18歳の人がいて、うん、でその人に借りてもらって見るみたいなのが、やっぱそのどんなものか知りたいって好奇心ってあるじゃないですか。だからそういうこの話題やめません。はい、すいません。